はい、皆さんこんにちは。マインクラフトのサバイバル実況パート4ということでね、やっていきたいと思います。今回は何をするかと言いますと、第3拠点の建築でーす。はい、ついにね、第3拠点建設したいと思います。今までね、第1拠点と第2拠点作ってきたんですけどもね、まあ、どちらもね、まあ、簡易的な家で、はい、住めればいいっていうところを重視してたんで、まあ、作りも適当で、まあ、もうそろそろちゃんとした家をね作っていかないとダメなんじゃないかっていうことで、前回ね、その第3拠点用の、まあ、資材集めと整地ですよ、整地してここの用地を確保しましたので、ここにね本日は第3拠点を作っていきたいと思います。ではね、早速作っていきたいと思います。で、今回使う材料ですけども、白樺の木を、まあ、いっぱい使おうかなと思います。この普通の木はちょっと少なめで、まあ、メインは白樺でいきたいと思います。で、今回の建築はね、ちょっと窓ガラスをつけていきたいと思います。窓ガラスつけた方がね、ちょっと明かりとか入ってきて、その松明とかも、まあ、夜は必要ですけども、昼とかは必要じゃないんで、松明をキャチれるっていうところでいいんじゃないかなと思いまして、あとは見た目の向上ですよね。見た目が良くなると思うんで、ガラスつければそれだけで結構変わると思うんで、やっていきたいと思います。で、今回は柱に白樺の原木を使います。そして壁は、白樺の木材を使っていきたいと思います。では建設していきます。で、今回のサイズですけども、横が 1,2,3,4,5 5マスですね。で、柱を入れると横6マスですね。で、ドアの部分を2つですね。今回ドア2マス分使って作りたいと思います。少し大きめの家で建設したいと思います。ですね、ちょっと、材料が全然足りないんで、またちょっと、材料集めしていきたいと思います。はい、ということでね、資材がたくさん集まったんで、建築をね再開していきたいと思います。で、さっき言い忘れたんですけども、縦は、柱を、2つ含めて、10マスで、いきたいと思います。ではね、作っていきたいと思います。で、窓ガラスは全部壁を作ってから後で、ね、場所を決めていくと思います。
ということでね、建築が終わったんで、最後にね、窓ガラスを作りたいと思います。で、今回使用するね、窓ガラスですけども、ステンドグラスですね。黄色とピンク色のステンドグラスを、つけていきたいと思います。どこにつけるかというと、まあ、横ですね。横につけて、で、あと手前にもね、ドア側の方ではなくて前の方にもちょっとつけていきたいと思います。で、内装とかね、2階部分も多分作れると思うんで、その辺は、収録外でね作っていこうと思うので、次回、楽しみに、ね、しておいてください。で、このガラスなんですけども、今仮の位置でね、設置しておりますので、場所を、ね、変更するかもしれないんで、とりあえず仮の設置ということで、この高さに、窓ガラスを、ね、つけていきたいと思います。こんな感じで2つつけて、で、これでとりあえず仮ですけども完成ということで、はい、収録外でね、やっておきますんで、次回ね楽しみにしておいてください。で、本日はねこの辺で動画終わりたいと思います。ご視聴ね、本当にありがとうございました。チャンネル登録はね、したい方のみ、まあ、つまらないと思った方のみお願いいたします。高評価いりません。では。